都市ガス株式会社がお送りします。今日はトウモロコシご飯と枝豆簡単おつまみ、コクと香りをアップさせるポイントを教えます。天谷調理製菓専門学校の協力をいただき、エルパ内のコミュニティキッチンフーディーズハブからお届けします。今日の先生は大川先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月のテーマは夏野菜です。旬の食材を使ったレシピ教えてください。はい、わかりました。今日はトウモロコシを主役としたご飯を作ります。一緒におつまみも作っていきましょう。まず茹でたトウモロコシを芯を外していきます。トウモロコシ2本です。夏野菜ってこう比較的色がカラフルだったり鮮やかなものが多いのですが、トウモロコシもその中の一つですよね。そうですね、結構この黄色が料理に入れると綺麗になるので、日本料理では結構重宝したりしますね。半分ぐらいに切ってそのまま身だけを外していくような感じで包丁を動かしていきます。それではご飯を炊いていきましょう。はい、米を洗って30分ぐらい水につけておいたものをこのようにしっかり水気を切っておいてください。米3合です。続いて昆布だしです。昆布だし 560ml です。お酒、酒大さじ2、薄口醤油、薄口醤油大さじ1、みりん、みりん大さじ1、塩、塩小さじ2です。一度なじませるためにしっかりかき混ぜてください。トウモロコシともうちょっと味を出したいので昆布も一緒に入れていきます。それでは炊いていきます。最初は強火で沸いてくるまで様子を見ながら炊いていきます。ブクブク沸いてきましたね。そうですね、ここまで来たら一度鍋底から米を剥がしてあげて蓋をして10分ぐらい炊いていきます。火加減はちょっと弱火の方ぐらいにしてください。でその間に枝豆のおつまみを作っていきたいと思います。まず枝豆の両端をハサミで切り取ってください。枝豆 300g です。こうすることで火の通りが良くなるのと味も染み込みやすくなります。塩茹でもう飽きてきたっていう場合は今日のおかずを作ってもらえば本当ビールにもご飯にも合うと思うので、ぜひチャレンジしてほしいと思います。で全部両端切り揃えれたら塩を入れていきます。はい、塩を入れたら揉み込んでください。で塩もみができたら一度水洗いして水気を切ります。それでは枝豆を炒めていきます。はい、先ほど水洗いした枝豆をフライパンの中に入れてください。続いてだしです。だし 120ml です。で濃い口醤油、濃い口醤油大さじ2です。みりんです。みりん大さじ3です。蓋をして汁気がなくなるまで炒め煮していきます。はい、時間が経ったので開けてみます。はい、もう結構汁がなくなったのでお好みで一味を振りかけてください。一味適量です。絡めたら完成です。うん、これで枝豆のおつまみは完成。はい、10分経ちましたので一度様子を見ていきたいと思います。はい、土鍋のご飯10分経ちました。おお、いい感じに炊き上がりました。ここで今日のマジカルポイント。バターを入れることで香りとコクが生まれます。バター 20g です。あ、コーンとバターって確かに相性がいい印象ありますね。そうですね。でここから10分ぐらいちょっと蓋をして蒸らしていきたいと思います。蒸らしが多分もうできてきたと思うので一度開けてみたいと思います。はい、こちらを見てみましょう。どうだ。はい、いい感じになってますね。あとは、はい、昆布を取り出してもらってさっくり混ぜて器に盛り付けたら完成です。うん、もうどちらの料理もツヤ、照り、そして香り最高ですね。はい、それではいただきます。うん、口に入れた瞬間にコーンのシャキシャキとご飯のもちもちで、さらにはバターの香りがもう掛け合わさってとっても美味しいです。バターを入れたことによって味わいもコクが生まれましたね。
では先生、この枝豆もいただきます。うわ、醤油やだしの香ばしい香りがもうとっても美味しいですし、いつもの枝豆よりもコクがあるので、一味を加えたことによってピリッとした辛さもあって、もしかするとお酒好きの皆さん、ビール進んじゃう味ですねこれは旬の食材を使っていますし、見た目も夏野菜ということで色鮮やかで、栄養も取れて味わいも美味しくて、もう大満足です。トウモロコシご飯、そして枝豆簡単おつまみ、材料は4人分です。今日紹介したレシピは FBCI と FBC アプリでも公開しています。ぜひチェックして皆さんも作ってみてください。